はいどうも、ミスター X です。トップバス塾ビッグデータバンクサロン、質問36、またさっきの続きですね。さっきの続きだ。35で収益高単価にならないことはあるのでしょうか。他っての高単価にならないことはあるのでしょうか。ありますよっていうことに対して、また審査と単価は別と考えた方がいいでしょうか。まあ、審査に受かったとしても絶対単価が高単価になるということはありえないので、基本的にはね、先ほどもお伝えしましたが、もう淡々と高単価になるまで、高単価アカウントが作れるまで、まずは動画を5本投稿する。そしてフォロワーを100フォロワー集める。そして収益申請する。でそしてあとは、高単価になる、なるかならないか収益審査結果を待つ。これだけですね。はい、以上です。ありがとうございます。